ってるヤマト。あれ、ここだ。どうしたんですか。かかとで買ってるから飛ばねえんだっつってんだよ、いつまでも。かかとで引っ掛けて、ももの奥まで送り込むんだよ。下がってみよう。足、トーン出す。距離測る。常に距離測るの忘れない。相手がイラッとくることしろ。押してろ、押してろ、帰れ。逃げないとダメだよ、そんなの。明らかに余裕で逃げてんじゃん、逃げる気満々だから。やあ、女子、やあ、やあって言うんだよ、外野が言うんじゃねえんだよ。投げた人がいい。やあ、どんどん担いだりしていけるの。もうこう、2つ持ってる状況、1本でできねえの。どうすんだ、横回りへ。そう、もう一本同じことやれ。もう引っ張って、もっと入るよ、振り見て。何をしなきゃなんだから、何をやりたいんだか。頭使わなさすぎだよ、なも。やくよ、やく、出てない、あの足が。いけ、あたり、抑えろ、抑え込み。サイコミ、スカイたちの動き、ちゃんと投げてるぞ、あやまた。おい、落ち着け、落ち着け、落ち着け、サイコミ、サイコミ、お尻ぶつける。ラストだよ、しっかり怪我すんなよ。ラストって言っていつも言ってるだろ。ラストだから、ああ終わりだって出番してダメだ。ラストだからこそ今日の集大成だ。今日覚えたこと全部出せ。はい、下がってね。始め、真剣に行けよ。ラストで怪我するとアホだぞ。な、なんでかかとだけ引っ掛けてんだ、ガツ。聞いてなかった。知ってるよ、ちょっと。この二人は聞いてなかったの。どうやって打ちまってあげるんだ、足を。もう差し込む。もう一回。上がってねえよ、またかかと。上がってねえよ、またかかと。上がってねえよ、またかかと。またかかと引っ掛けてれば渡れ。ももの後ろ、膝から上。来る瞬間分からねえように、もう動いてる最中、もう素足の動作が終わってろ。
ます。あとは軽だけの状態なんだけ。上げろよ、ももの後ろで。ももの後ろ。かかとなんかでかけたらダメだ。かかとは逃げられないから引っ掛けるんだ。ももの後ろで上げる。あとで上げる、ももの後ろ。奥、なんで下げるん。上げたらその足が下がんねえにケンケンすんだろ。最後に、パン。お前、人が説明してるときに聞いてないの知ってるよ。嘘見してて、その二人。だから言ってることわかんねえんだよ、目で見ねえから。動け、動きながら聞け。はい、そのまま投げ込み5本終わり。はい、アンチとしただけ20本。はい、前のペース。